SW-1 とは、鈴木が販売していた普通自動二輪車である。SW-1 は1992年2月26日に発売された。ビンセント・ブラック・プリンスやアリエル・リーダー、ベロセット・ボーグなど1950から60年代の英国車に見られた古典的デザインを踏襲したものだが、クリーンな局面を多用した造形は未来的なイメージもあり。 1992年度のグッドデザイン賞を受賞した。コンセプトデザインは堺井直樹によるものであり、社名の SW とは堺井が代表を務めるウォータースタジオと鈴木の頭文字に由来する。1989年に開催された第28回東京モーターショーに出展された同盟のコンセプトモデル SW-1 をモデファイした市販車となる。 同コンセプトモデルでは、水冷、V 型に気筒エンジンを搭載し、リアサイドのトランクスペースは、ハーフタイプのヘルメットを収納できる容量を持ち、メーター一体型のヘッドライトケース、ホワイトリボンタイヤの採用など、外観のデザイン以外は市販車と大きく異なっている。また、シート前席の下部は工具入れとなっており、KT、C 製、ミラーツールを収納していた点も特徴である。 搭載される4スロトーク短気筒 250CC エンジンは DR250S をルーツとするものであり、同系列のエンジンは後にボルティ、グラストラカー、ST250 などにも採用された。シーソー型チェンジペダルやベルトドライブなどの採用により実用性の向上も図られている。価格は68万8千円という設定が、 なされたが、同時期にラインナップされた、グース250やバンディット250などの49万9千円と、比較して非常に高価だった。250cc クラスの短期等モデルとしては、異例の価格設定であったため販売が振るわず、短期間で生産が終了した。しかし、スクーターと一般的な MT 車の中間的で特殊なコンセプト、独創的なデザイン、 希少性が評価され、コンディションの良い個体は、中古車市場においてかなり高価な価格で取引されている。ありがとうございます。